ハイチズタテイシタラの丘はアイルランドのミイスケンナバンの1 2トル南方にある丘陵。アイルランドにおける伝説上の上王たちの国が存在した地として知られる。丘の頂には鉄器時代の要塞跡が残されている。周囲長が1 0 0 0ルほどある。この要塞は王の砦と名付けられており、連結された円形の砦、コーマックの巨城と王座が有名である。 王座の中心部には立尺が残っており、女王はここで即位の儀式を行ったと推定されている。円形要塞の北には捕虜の墓と呼ばれる新石器時代の炎道墳がある。数世紀にわたって考古学者たちがタラの発掘を行っており、これまでの研究成果からは1169年のリチャード・ドクレアによる進行以前にはタラの丘がアイルランドの政治的、 精神的中心地であったと見られている。その歴史は、現在も、完全には明らかになっていない。ケルト族がアイルランドに居住した時代にはすでにタラの、丘は何らかの聖地として用いられていた。伝説では、ケルト族よりも前に、アイルランドに住んでいた親族トゥア派でダナーントゥー派で、ダナンがタラの丘を住居としていたとされる。最近の研究から、遺跡の一部が新石器時代、 5000年ほど前のもので、あることが分かってきた。捕虜の墓にある通路には、毎年11月8日と2月4日に日光が、差し込むよう設計されており、これは、ケルトの祭日と一致する。ケルト族がアイルランドに渡来すると、ニース王がタラの丘から全アイルランドを支配した。最もよく知られている歴史は6世紀まで続いたタラの、上王の居住地としてである。王の即位は、 立石の前で行われた。その繁栄は失われたものの12世紀まで、この役割は残されていた。丘陵付近で発見された墓の埋葬者は、アイルランドの最後のヒキリスト教徒の王であったロイガレ、マクニアル・ロエガー・マック・ニールのものであると考えられている。1798年のイギリスに対する反乱のサイ・ユナイテッド・アイリッシュメンは、タラの丘にキャンプを構えたが、 5月26日の戦闘に敗れ400名が殺害された。19世紀にはダニエル・オコンネルがタラの丘でアイルランド自治を訴える演説会を開いたが、この集会には100万人ものアイルランド人が集まっている。映画、風と共に去りぬで主人公のスカーレット・オハラの住むタラは父親がアイルランド移民であることからこの丘の名に由来する。ありがとうございます。